外は本当に好きな場所なんですけれども、ちょうどこの今年の頭にカウアイ島に、カウアイ島は実は初めて行ったんですけれども、本当にすごい自然が豊かなところで、食べ物も美味しくってすごく魅力的な場所でした。カウアイ島に行ってすごくびっくりしたのは、カウアイ島はやっぱりこう水がすごくいいので、野菜がねとっても美味しかったんですね。でほぼカウアイ島で育っている野菜がオーガニックで、で山からの水で育っていて、もう本当に野菜の味が濃くってフレッシュでとても美味しかったです。その野菜を使ったサンドイッチが、まあ、いろんな店にあって、まあ、そのサンドイッチがどれも本当に美味しくて、まあ、お家に帰っても作ってみたいなって思いました。お店によって全然違うんですけれども、パンも本当にそこで作っている素朴なパンがほとんどで、まあ、それに野菜とあとターキーが挟まれてたりとか、あとこう薄いちょっと黒パンみたいなものにアボカドが塗ってあって、そこにたっぷりの野菜が乗っかってたりとか、もう本当にシンプルなんですけど野菜が本当に美味しいので、それだけですごく極上の味でした。日本でもやっぱり美味しい野菜を見つけたら、こう朝ごはんとかブランチとかに、まあ、美味しく調理して食べたいなって思ったサンドイッチですね。今日は日本でもこう野菜を美味しく、美味しい野菜を手に入れて美味しいサンドイッチを作りたいと思います。はい、では今、洗った、今日ベビーリーフたっぷり使います。ベビーリーフを洗ったのをスピナーに入れてしっかり水切りしていきます。サンドイッチは水切りが本当に大切です。しっかりとして水切りをしてください。一回この水を捨てて、もう一度最後にかけましょう。しっかり水気を切っていきます。じゃあ、まあすぐに作らない場合は、私はいつもこの状態で冷蔵庫に入れておくと、いつでもパリッとした野菜が食べられますので、しっかりとこのように水気を切ってください。はい、今日はシンプルなアボカドのオープンサンドを作っていきたいと思います。はい、まずアボカドですね。よく熟したものを今日は使います。割とどの店、ハワイだとどの店にもねアボカドサンドが結構あって、まあ、ハワイのアボカドもねとっても美味しいんですよね、甘くて。でこれもすごく思い出の味です。で中に塩を入れます。今日はちょっと粗いフレーク状の塩を入れています。で、ちょっと 色が悪くなるので、まあビネガーとかレモンとかちょっと酸味を入れます。味付けはもう本当にシンプルだけど、
の甘さと、あとはもうオイル、あとは美味しいオイルでにかけていきます。はい、であとはもうねパンに本当にのせるだけなんですけど、できればパンはちょっとこうライ麦とかちょっと酸っぱめのパンにしてもらうとよく合うと思います。でマスタード、で焼いてもらってもいいですし、そのままでも美味しいです。アボカドとね野菜がとても甘いので、ちょっとこう酸っぱめのパンだとよく合います。はい。でここに、先ほどのアボカド。もうたっぷり塗っていきます。さっきオープンサンドって言っちゃったけど挟んでもいい挟むかな、はい、でここにたっぷりで、もうしっかりともう水気もね手につかないぐらい水気が切れてますよね、はい、これをのせていきます。スピナーはまあ本当にこう野菜を美味しく食べるのには必要なね道具、調理道具なんですけれども、サラダを食べる時でも、でこのスピナーの私は気に入ってるところは結構耐熱のガラスっていうところがとても気に入っていて、このままねサラダボウルに使うこともありますし、ちょっとレンジにかけたりとかそういうのにも調理道具として、スピナーだけじゃなくて調理道具としても使えるところがとても気に入っています。はい、たっぷりのせたら、はい、ここにちょっと塩をで、胡椒もで、オイルも少しかけます。そして挟みましょう、はい、もうたっぷりなシンプルな、本当にシンプルな野菜がね美味しいシンプルなサンドイッチね、はい、で出来上がりです。はい、水切りをした小松菜入れていきます。小松菜の茎の方が軽く透き通ってきたらこれで出来上がりです。本当にシンプルな小松菜炒めですが、これ全然水がね出てないのが分かると思います。
ロッコリーをレンジにかけました。耐熱ボールなので電子レンジにかけられるので下ごしらえもね、このボールでよくやっています。